露と落ち、露と消えにしわが三日な。なにわのことも夢のまた夢。上様、この三成ある限り豊臣家は必ずお守りいたしまする。何卒ご安どめされまするよう。1598年慶長3年8月、時の天下人豊臣秀吉が死んだ。御奉行の一人石田三成は持ち前の正義感で実力者徳川家康の仕掛ける策略から豊臣政権を必死に守ろうとする。三成ら官僚派を憎む秀吉子飼いの高派の武将福島正則らは三成を討とうと計画し、その騒ぎで三成は奉行職を解かれ沢山へ蟄居の身となった。もはや野望を隠そうとしない家康は大阪城に乗り込み、家康暗殺の噂を流し前田利長を失脚させた。まだ幼い秀頼の母淀の方は家康の行動に苛立つが、秀吉の妻北の万所は豊臣家は一代限りと覚悟を決めていた。1600年、慶長5年6月、家康は会津の上杉景勝に上洛せよと門外士を派遣した。だが上杉より持ち帰った直江書状は家康に対する皮肉に満ちていた。家康は激怒し、直ちに上杉討伐の命を書相に発し、兵7万を連れ会津へ向かった。三成は親友大谷刑部に家康を討つ密約を打ち明け、上杉景勝と呼応して義の旗のもとに挙兵の狼煙を上げたのである。戦運の人質となることを嫌って細川ガラシャが自ら炎に包まれた時、日本は二つに割れたのである。これより奸賊家康を討つ。打って豊臣家の安泰を図る。この一戦、成否は天にある。その方どもの命を預けてくれ。その頃、会津上杉討伐に向かう徳川家康は江戸に討伐軍の集結を終えている。おのおの本国より馳せ参じ、ご苦労に存ずる。これより会津上杉の討伐に出立したいと思う。三成めまだ兵を挙げぬか。家康に従っている諸侯は福島正則以下5万6000名、東に上杉、西に我々、東西両軍が家康を挟撃すれば家康は必ず窮する。安国寺殿、どう思われる？計画としては立派じゃ。しかし安国寺殿、ことのなるならんは毛利120万石の加盟遺憾にかかっている。その通り。ただし条件がある。いかなる条件？どうであろうな、この戦に勝った後は我が毛利中納言様を大老筆頭の地位につけてもらいたい。さすれば我が毛利は必ず動かしてみせる。三成、その通りにいたせ。前々から言おうと思っていたことだが、
お主ほど図の高い男はない。わしがか。そのためにつまらぬ憎しみや恨みを凍っている。三成、勝利を得たければお主は影に回れ。秋百二十万石の毛利中納言殿を旗頭に立てることだ。それしかこの戦は勝てん。分かった。毛利中納言殿を旗頭とする。わしは一介の浪人として裏に回る。暗黒寺殿、承知いたした。毛利中納言輝元は三万の軍勢を連れて大阪城に入った。毛利中納言輝元、一等大老として豊臣家の御為、働かせていただきます。毛利中納言であるか、よう頼むぞ。百二十万石の涙だ。義挙の。義挙でござる。豊臣家の御為にぜひともお味方を。まあ、諾意者たもんせ。いや、清楽にという単じゃ。なぜ島津はこの時まだ大阪にいたか。もともと島津は家康について上杉討伐に出陣すべく国元へ兵を多数送れと急備客を送り、その到着を待っていたのである。恋も筆ごわすな。ふ上方では天運とでもいいもんぞか。天運。お味方しもんど。土佐二十四万石の長宗我部盛親が六千の兵を率いて大阪に着いた。そして今一万五千の大軍を連れ大阪に向かっている小早川秀秋を味方に入れれば、西軍はその数十万、徳川勢を超えることになる。この屋敷も久しぶりだ。幼鳥大阪へ着く小早川秀秋殿。ああ、金吾中納言殿か。この方の心をしっかと掴むことが勝負となりますぞ。何、金吾中納言殿は太閤殿下の甥御だ。豊臣に味方するに決まってるではないか。違うか。初音。お久しぶりでございました。門の扉は閉まっておったはず。はい。弥一。はい。あの、私がねだって入れてもらったのでございます。よう来た。よいか。この書状必ず徳川殿に届けるように。は、傘の紐に寄り合わせて運びます。この書状には真下二十万石がかかっているのだ。命がけでな。三成の盟友の一人真下長森は密かに三成挙兵の知らせを家康に送っている。また西軍の総大将毛利家の家老吉川広家は江戸に向け書状を書いた。我が毛利家は心ならずも大阪方の旗頭となったが、本心は徳川方にあり。本当によう来てくれた。はい、我慢しきれず。明日から伏見城を攻める。そうなればもう会えぬところであった。もう会えぬ。戦は終わってもでしょうか。戦が終われば会うも会わぬもない。そちと一緒に暮らすのだ。
それも戦に勝てばの話だがな。いや、勝つ。勝たねばならんと思っている。初音、この戦は道理の戦じゃ。道理の戦。力づくや欲得づくで天下が動いてはならんのだ。道理の力の方が強いことをわしは示したい。そのためにも勝たねばならんのだ。三成様、うん、一つだけお願いがございます。ああ、言うてみ。今宵人よを発明にくださいませ。なんと望みの小さいこと。ではくださいますか。ああ嬉しゅうございます。これで戦える。わしは道理のため正義のためにと心を高ぶらせているが、時にふと虚しくなる時がある。道理も正義も目には見えぬ。もっとこの目に見え、この手で抱ける確かなものが欲しい。そう思うことがある。これだけは確かじゃ。三成様、もっと強。翌日、筑前52万石の小早川秀明は1万5000の大軍団を連れて到着した。この何を考えているかわからぬ男に頭を下げねばならんのか。何しろ兵1万5000を連れているのだ。金吾中納言殿。ああ、三成殿か。何を見ておられる。トンボじゃ。トンボ。あの枝に止まるかと思うと止まらん。葉っぱに止まるように見えてまたそうでない。トンボにはたくさんの目があるというが本当か。さあ、そのように聞いておりますが。たくさん目があるといろんなものが見えて気が散るであろうな。金吾殿、もう皆様お集まりでございます。まあ待て、もうすぐ止まるから。はよ止まれ、はよ。金吾殿。いい、大きい声を出すで逃げてしもうたわ。これでご一同でござるな。さよう。これにて早8万の軍勢、家康の率いる上杉討伐軍7万を超え申した。ご面倒ながらお伺いしたい。どなたが総帥となられるか。水成殿か。大阪方の総帥は毛利輝元殿。ただし輝元殿は陽君秀頼様の補佐をされるため
この大坂城の西の丸にいていただく。軍事戦の面ではこちら宇喜多秀家殿が総帥でござる。備前57万石の宇喜多秀家は1万8000の兵を連れてきている。よろしゅうござるかな。金吾殿は豊臣家のご一門、どうか秀頼様の御ために諸侯に先駆けてお働き遊ばしますように。上がっておる。7月19日西軍の攻撃は伏見城攻略から始まった。自ら捨て駒を志願している鳥居彦右衛門はわずかの兵で10日間城を守り抜いている。戦ぶりを見せやれ。殿、お先に。その頃上杉討伐軍7万を率いた徳川家康は野州小山の宿にいた。そちの手はよう効くな。あ、もっと軽う。ああ、いやいよいよこれで。はい。あちゃなどは口はよう効くが手が効かん。年じゃでな。17か。何しろ天正9年生まれじゃからな。何かといえば天正9年生まれ。三成か。はい。討伐軍7万を迎える会津上杉はすでに全領土を要塞化して待ち受けている。家康、今夜の宿は野州小山という知らせです。遅いの。何をぐずぐずと。おそらく白川口に着くのは2日のうち。2日のうちか。まず戦うと見せて敗走。彼ら7万の大軍を我が陣内におびき入れます。入れば三方より我が上杉の騎馬軍団が雪崩となって叩き潰してやるわ。家康の命あと2日でござる。とうとう参りました。三成挙兵の知らせか。はい。伏見が正野、各陣営へ使い番を走らせ。三成挙兵よって明日この小山で軍議を開くとな。上様、明日の軍議は勝負でございます。合戦より大事じゃ。三成挙兵明朝軍議、この知らせほど各大名を震撼させたものはない。明日どちらにつくかで運命が決まる。静かだの。はい。とてもここに7万の兵がいるとは思えません。静かなわけよ。明日みんな己の運命を決めねばならぬからの。この陣中の大半は豊臣家の大名、いずれも皆妻子を大阪に残し、その妻子の命が大阪方の手に握られておるのですから。今夜は眠れまい。眠れぬのは各陣所の足軽たちも同様であった。当時の古文書に下々の者いずれもご主人何卒大阪方にお付きあれかしとつぶやき申し候とある。だが一番眠れんのはわしであろう。
はい、今までの長い間のご苦労がすべて明日にかかっています。大阪方は8万の大軍、思いのほかよく集まりました。この上杉討伐軍の中で大阪方につく者が次々と出れば、まずわしの負けじゃ。はい。正信、わしは明日どうしてもこの上杉討伐軍の軍勢7万を一挙に我が徳川勢にしてしまわねばならん。何、難しいというのであろう。何分にも人の心は相手の合戦でございますので。ああ、目に浮かぶようじゃ。明日の表情の場が、おそらくみんな頭を垂れ固唾を飲んで黙りこぐってしまうであろう。右を見左を見、人の目の色を浮かぶおておろう。その通りです。その時じゃ。その時誰かが強く、赤といえば赤、白といえば白に城内はどっと走ってしまう。その瀬戸際が明日の表情じゃ。殿はその誰かをお求めでございますか。その男に徳川方につくと叫ばせる。その男は福島正則。それは法外。福島正則は太閤殿下のおいとこ、根からの豊臣方です。そういう男が徳川方につくというてこそ大勢が決まる。福島殿、決心なされ。豊臣家と戦えとは言うておらん。敵は石田三成じゃ。ほんでも気圧は豊臣家の旗印を上げとるがや。三成挙兵の本心は己が豊臣家にとって代わって天下を取るつもりなのじゃ。三成を倒さねばお家が危ない。ナイフはただひたすら陽君秀頼様の御為を思うて三成討伐を決意しておられるのだ。長政殿、ナイフは大丈夫か。さような邪心はけほどもお持ちにならん。福島殿、豊臣家の御ために石田三成を叩き潰すことだ。お主にはそれができる。明日にでもできる。明日にもか。そうだ。明日の表情でお主が真っ先に立ち上がって徳川方にお味方を申す。そう大声で言った時に勝負は決まるのだ。わしの一声でか。その一声は戦場の手柄よりも大きい。そうは思わぬか。信州上田六万石真田昌幸は上杉討伐軍に加わるため小山の近くにいた。読んだか。これは容易ならぬこと。石田三成殿と大谷刑部殿の連名じゃ。今朝早く大阪よりこの密書が届いた。まだ返事は出しておらん。して父上のご存念は。西
大阪方につく。なぜでございます。男の一生は己の運を切り開くためにある。その運が今来たのだ。父上、よくお考えくだされませ。大阪方は石田三成を事実上の旗頭としている限り必ずや負けまする。ナイフの敵ではござりませぬ。勝つ。わしが勝たせてみせる。父上が何と申されようと私には賛同いたしかねまする。私の妻は徳川家の重鎮本田忠勝殿の娘、それに徳川殿より格別の実行を得ております。雪村、そちは？父上に従います。そうじゃの。そちは大谷刑部殿の娘を妻にしておる。よし、決めた。信行は東につけ、わしと雪村は西につく。父上、いずれが勝ち、いずれが負けても真田の加盟は絶えまい。やがて戦場で相まみえよう。その時は信行、存分に戦え。親兄弟の遠慮はいらん。いやー、道連れができてようござった。何しろ今日の軍議は昨日重いもんでござってな。実は昨夜は寝ておらん。は？眠られましたか？はあ、拙者はぐっすりと。お若いのに大したもんでござる。昨夜ぐっすりお休みとあれば、本日の軍議での出方はすでにお決まりで。決まっております。はあ、それは羨ましい。できればお教え願いぬだろうか。はあ、何しろ生来愚鈍でありましてな。天下は回り持ちでござる。この度は徳川殿こそ継がれるべきでありましょう。拙者、徳川殿にお味方申すつもりです。はは、それはそれがしもそうであろうかとぼんやりと考えておりました。それも第一番にお味方の名乗りをいたします。ほう、第一番に。さすがは堀尾殿のご子息。お見事じゃ。それがしなどの思いもよらぬことでござるわ。いや、感服つかまつった。おろ、まだござる。まだ。徳川殿にお味方する以上、家運を開く大博打でありますゆえ。はあ。城も領地も徳川殿に差し上げるつもりでござる。はあ。城も領地も差し出すのでござるよ。はあ。これを考えついた途端、あとはぐっすりよう眠れました。よくぞご一同お集まりでござった。すでにお聞き及びのことと存ずるが、大阪にて石田三成が秀頼様を私し、そのご沙汰なりと偽って徳川内大臣を討たんとの虚に入れ申した。ご一同に集まっていただいたのは他ではござらん。これより徳川内大臣のお言葉をお伝え申す。おのおの方の中には大阪方にお味方したいと思う御仁があるやもしれず、さようなお方は今よりすぐに陣を払い両国に帰り、徳と戦の支度をなされるがよい。決して邪魔立てはいたさん。以上でござる。しばらく、しばらくもされよ。余人は知らずこの福島正則、今更石田三成連れに味方するつもりはござる。我が妻子は
大阪に人質になっておれども殺さば殺せじゃ。福島正則、この派で三成の肉を食いちぎってやるわ。わしは一途に徳川殿にお味方申す。福島殿、早速のお味方かたじけない。徳川殿にお味方申す。それがしもお味方申す。池田もお味方申す。お味方申す。さればこれより軍議に移ります。東に上杉、今新たに西に石田の旗が上がり申した。いずれから打つべきはお尋ね申す。無論西から打つべし。上杉よりも三成でござる。西からでござる。そうじゃ、西からじゃ。西から打つべし。あいや、先方はこの福島正則にお任せよれ。三成とは共に暮らし、あやつの考え取ることを手に取るように分かり申す。何とぞ先方はそれがしに。おお、いや、見ものじゃのう。さればおのおの方は福島殿を先方とし、直ちに小山を走って西に向かわれたい。あいや、待たれ。申し述べたきことあり。拙者の城はご存知のごとく街道筋の掛川でござる。ご内府徳川殿に我が城と領地を差し上げたいと存ずる。山の内殿、かたじけない。山の内和豊、戦場では何の功もなかったが、この一言で土佐24万石を手に入れた。敵は西じゃ。チャンスだ。それにして急げ。一番そこそこの軍勢を残して、あとはことごとく西へ。兼津、おい、追って出よ。殿、追って出とはございますが、背後の伊達が。伊達か。おそらくこの会津になだれ込んでまいりましょう。もう一歩で会津の罠にかかるところであったのにな。三成殿には愛すまぬことになり申した。秀吉が家康に備えて配置した東海道筋の城は、山内和豊の発議でことごとく家康に差し出されたため、東軍は何の妨げもなく西へ進んでいく。目指すのは福島正則の居城、尾張清須城である。左近、この戦必ず勝つ。決戦の場はおそらく終わりであろう。家康が終わりに出てくれば、会津の上杉は大挙南下して江戸に突入する。これで勝てぬわけはない。さよ、約定通りことが運べば勝てぬわけはござらん。目指すは終わりじゃ。スリッ。西軍は全軍を二手に分け、一手は伊勢路、他の人手は美濃路を進撃、尾張で合流する作戦を立てている。期せずして両軍は尾張を目指していた。おふくろ様。おお、金吾殿、よう参られた。さあ入られ。さあ、はよ。もっと早くにご挨拶に伺おうと思っていたのですが。分かっておる。三成に捕まっていたのであろう。別に捕まっていたわけではありません。金吾殿、三成、あの男は行けません。行けませんか。秀頼様のご命令だと称して諸侯を集めているようじゃが、年端もゆかぬ子供にそのような命令が下せますか。し
かし豊臣家の御為と申しておりますが、豊臣家を作ったのは太閤殿下とこのねねじゃ。私はまだ一度もあの男に豊臣家を頼んだ覚えはない。徳川殿こそ豊臣家の頼りとすべきお人でしょう。徳川殿をお立て申していればまず間違いはありません。困りました。もう大阪に参陣したというのでしょう。はい、私が一番豊臣家にゆかりのある身ですから。ゆかりなどとそらそらしい。金吾は私の甥じゃ。血のつながっている身内じゃ。そうでした。そなたは15,000の大軍を率いる大将ではないか。ではいくらでもあります。茶を入れる。小早川秀明、ねねの弟の子として生まれ、壊れて秀吉の養子となった。このない秀吉は金吾を世継ぎと決め、実の子のように可愛がったが、淀の方が秀頼を産んだことで運命は一変した。金吾は毛利家一族の名門小早川家に養子に出された。二度目の養子であった。マルチナ様。初音さん、とうとう戦ですね。はい。私は石田様を見損のうたです。戦だけは避けてくださると思っておりました。でもあのお方は正義のためちやるとでしょう。あなたらしいもなか。あなたは戦で家を焼かれ、親を殺されたお人じゃなかですか。戦で一番ひどい目に遭った人じゃ。また親を亡くした子供たちがたくさん出るでしょう。私は近いうちに美濃へ行こうと思っております。美濃。美濃で戦があるんですね。マルチノ様、私も一緒に連れて行ってください。8月10日、6,000の兵を率いた三成軍は大垣城に入城した。8月10日、東海道を駆け上る福島正則ら東軍の先鋒隊は清洲城に入った。清洲城と大垣城は晴れた日には遠く望めるほどの距離にある。殿、東軍の先鋒隊は清洲城に入りましたぞ。家康はまだ江戸にいる。容易にこの戦場には出てこられんだ。さて、それは。いや、家康はすぐには動けん。背後には会津の上杉がいる。そう軽々しく江戸を留守にすることはできん。では家康が出てくるまでここで待つおつもりで。そうだ。だが家康が出てくるまでにはまだたっぷり時がある。それまでに北陸を打ち、伊勢を固める。西軍は二手に分かれ、浮田らは伊勢路の城を落とし、大谷らは北陸の前田細川の領土を攻めている。これは兵力の分散のしすぎでは。いや、これでいい。もし清洲の先鋒隊2万が木曽川を越え攻めかけてくれば。家康が来んのに勝手に動くことはない。事実、清洲城の東軍先鋒隊は家康を待って一歩も動けないでいる。家康殿は一体何をしておられるんだ。石田三成は目の前におる。伊勢や北陸では次々と西軍に城が攻められておるんでござるぞ。ごもっともなれど、
何分この清須で待てという仰せでござれば。家康殿はすぐにも我らを追いかけると言われたではないか。ただいま江戸へ早馬を打たせましたり、もうしばらくお待ちくださるように。どうして家康殿が江戸から動かれるのじゃ。使者はまこと江戸に向かったのでござろうな。確かに。ほんなら家康殿はどうしてここに来られるのじゃ。ナイフはわしらを騙し取るんじゃあるみやの。正則、言葉を慎め。おめえうるせえやで。何をとまげたことを。まあ待て。おい福島殿、どちら用と。何もすることがにゃあでな。用ってどうして悪いんじゃ。まあまあまあ、こっちへ来い。何を考えておられるんや。国の田辺城が1万以上の大軍に攻められているらしい。1万以上。田辺城にはお父上の雄斎殿が。うん、大方わしが連れて出たので千にも満たぬ兵じゃ。ナイフは遅すぎる。正則殿、そう荒れるでない。長政、武士に二言はに当たろうな。家康殿は信じてええんだな。信じてよい。わしゃよ、三成を取り除くために家康殿に味方したんじゃ。豊臣家からあのへりくつこきの三成を除くためにこうしとるんだが。分かっておる。よう分かっておる。まさかこの一戦、徳川家康天下取りの一戦にするのではにあたろうな。豊臣家を滅ぼすことはにあたろうな。ない、そのようなことはない。ないと、もう一度言い切れ。言い切る。決してない。もっと大声でじゃ。ない、決してないぞ。そうか、分かった。だがもう、だがどうして家康はここに来んのじゃい。家康は江戸にとどまり、動かざること山のごとく、一向に腰を上げる気配もない。清須ではだいぶ諸侯が荒れている様子。本多忠勝がこれを抑えるのにほとほと困っています。放っておけ。そうおっしゃられましても。福島、細川、黒田、先鋒隊の大名方は皆豊臣家の家臣ばかりではございませぬか。そういうことだ。まだご安心できませぬか。ああできん。戦場で転ばれても困る。いや、しかし小山ではあのように進んでお味方すると誓っていますが。味方に寝返りも早ければ、まあ敵に寝返ることも早かろう。下の心は計りがたいのだ。苦労してここまでこぎつけたのだ。大事を取らねばならん。ではもう一度彼らの心を試してみますか。そうだ、もう一度試したい。使者として村越茂助が選ばれた。何をおっしゃっておるので。旦那様、話しかけるな。大切な使者の口上、一字一句間違えた後空に取るのだ。すみません。お役目ご無事に。こんな不器用なお人がなんで大事なお使者に。家康はまるで物書きになったように毎日手紙を書いている。まるで好きな女子にでも出すように。伊達政宗殿、戦をせぬともよい。会津上杉を背後より牽制してくだされば、それだけで格段のお手柄。会津上杉の領地をそっくり貴殿に差し上げてもよいと考えております。奥州の伊達政宗、九州の加藤清正をはじめ、全国の大名にせっせとダイレクトメールを送り続けている。もうすぐ
その御口上ではかえってことを損ねる。しかし拙者のお役目は上様の御口上を。そちはこちらの情勢を知らん。それではかえって火に油を注ぐようなもんじゃ。さればこう申せ。よいか。ただいまこの家康、風邪を患うて江戸を立てぬ。治り次第早々に出馬し、諸侯と共に一挙に敵を蹴散らすべし。こう申すのだ。あとでお咎めがあればわしが腹を切る。よいな。江戸からの使者じゃと。家康殿が来られたと思うたらまた使者か。福島殿、まあ座れ。なんじゃ、あれが使者か。ただいま江戸より使者がつき申した。さあ、茂助。旗本百石、村越茂助、江戸より上様の使者としてただいま参上つかまつりました。申し上げます。どうした茂助。しばらくお待ちを。何様、大事な役であれば一時一句上様のお言葉と違うては面目ござらん。ひどい使者よこしたもんだね。ああ、ならば申し上げます。おのおの方はこの家康に出陣せよとしきりの督促でござるが、このありさまを見ては家康は出陣でき申さぬ。出陣できると。なぜならおのおの方は大軍を要して敵を間近に眺めながら虚しく退陣、一向に動こうとはなされぬ。何故手をこまねいておられるや。まことに奇怪千番。よし、清須にて待たれよと。その通りで。本当にまことに奇怪千番。おのおの方が家臣であれば家康直ちに指図を下せようが、おのおの方は家臣ではござらぬ。お味方衆でござる。そのお味方が敵を見て何故手をこまねいておられるや。速やかに木曽川を渡りお働き召されよ。さすれば真の味方かはたまた敵かけじめがつき申す。その上にて江戸を発足つかまつるべし。以上でござる。よう申されたの。もっともじゃ、もっともじゃ。直ちに進軍つかまつるで。わしゃよ、徳川殿にお味方申し上げた。その証拠を見せえとおっしゃる。もっともじゃ。よう見とっていただこう。されば軍議じゃ。軍議じゃ。おや、家康はわざと愚直な男を使者に選んだのである。渡れ渡れ渡れ、頼りも一歩でも先にね。何、福島らが木曽川を渡った。まことか。はっ、東軍約二万、川を渡って美濃岐阜城を攻めております。そんなバカな。家康がまだ出てこんのに勝手に先鋒隊が動くとは。岐阜城の後は必ずこの大垣城に攻めてくる。敵は間違ってる。直ちに伊勢の北勢に使者を出せ。はっ、丹後近江の所将にも直ちに美濃に集結するよう使者を出せ。馬の火花が破れるまでかけよう。各地に分散した西軍の所帯に向かって使者が出た。そうか、福島正則動いたか。はい、まんまと生きり立ちました。よし、これで勝てる。ではそろそろ江戸を立とう。
三成は直ちに軍議を開いたが、今美濃にいるのは小西行長、島津入道の軍勢だけである。さあ軍議を始めよう。ゆっくりしている暇はない。そうだな。それでは。申し上げます。おう、言え。ただいま強盗を突破されました。何、誤報ではあるまいな。我が方杉江官兵衛様を討ち死に、島左近様を退却中でございます。打ち流し来るじゃ、打ち流し来る、打ち流しじゃ。島津殿、敵は勢いに乗っている。その上敵は4万、我が方はその半分にも足りぬ。今ここで野陣を張るのは無理です。三成殿、まだまだ慌てることはご案。戦はこんままでも勝てます。いや、兵を大垣城へ入れましょう。まもなく浮田勢も来る。大阪からは毛利殿も出陣なさる。それを待ちましょう。慌てなはんな。敵は今勢いに乗って突っ張ってきしょ。そい横っ腹をおまはんの軍とわしの軍が同時につけば、敵はたちまちに崩れもんそ。いや三成、やってみる価値はあるぞ。今ここで敵の先陣を崩しても何にもならん。家康が出てこんのだ。家康が出てくるまで大垣城で待つべきです。待ちあんせ。阻言されては遠く砂又に陣を張るワイの軍はどげんなるか。捨て殺しごわす。この島津を窮地に陥れて一人で逃げる自信か。卑怯ごわす。卑怯ではない。三成、ワイ一人で助け出してみせる。ワイ三成、まずいではないか。行長、わずか千人足らずの味方を救うためにその何倍もの敵と戦いというのか。その中で討ち死にしたらどうなる。まだ敵の本陣家康も出てこぬうちにだ。わしはそれまでは命を大切に守らねばならぬのだ。三成、お主は事実上西軍の大将だが、たった19万石だということを忘れるな。8月26日、徳川秀忠の率いる3万8千の軍勢が中山道を西に向かった。秀忠には本多正信を参謀としてつけている。9月1日、家康自身は3万7千の軍を率いて江戸を立ち、東海道を美濃へ向かった。この東海道を生きて帰ってくることができるか。勝負じゃ。日本始まって以来の最大の合戦が始まることは避けられません。協会では総力を挙げて難民の救済に当たるべく準備をしており、近く合戦地と思われる美濃地方に出発する予定です。何卒ローマよりの援助をお願いしたいのです。三成様の子供がどうかこの子の父をお助けください。初音は難民救済の原丸千乃と共に美濃へ向かっている。合戦場危なかです。やっぱり大阪に戻られた方がよかと思いますが。三成様にどうしてもお知らせしたいことがあるんです。どうしても今じゃなきゃいかんことですか。はい、今でなくては。合戦の始まる前にお知らせしたい。合戦の前に。大垣城に三成が待っていた浮田勢1万8000が到着した。秀家殿、お待ち申しておりました。知らせを聞き伊勢路より陰にかけてきた。三成殿、今夜夜襲をかけよう。夜襲？
敵は岐阜強盗の戦で疲れている。おそらく今夜敵の兵は体が持ち上がらぬほどに疲れている。野獣じゃん。いや待たれ、今大阪城に使いを出しております。毛利輝元殿が秀頼様を擁してご出馬なさる。そのご到着を待って。綱成殿、戦は料理の配膳とは違う。秀頼様ご出馬を待っておっては家康が来てしまうわ。その家康を待っておるのです。要は家康の首をはねるにござる。家康の到着を待って堂々たる決戦で雌雄を決すべきです。まずまず今夜はご休息くだされ。三成が大阪城に送った出陣督促の使者は徳川方によって撃たれている。敵は赤坂に陣を作り、家康の来るのを待つ構えでござろう。それでよいのだ。秀頼様をこの城に迎えればそれだけで福島らはひるんでしまう。しかも我が軍は10万、よもや家康に負けることはない。三成が大阪へ送った書状は東海道を登る家康の手に届けられた。秀頼が出てきては福島らがどう滅ぶかわからん。うん、急げ急ぐのじゃ。はっ、急げ急げ。三成の三度目の使者は無事に大阪城に着いた。この幼い秀頼様を戦場に、それはなりません。たとえ三成殿の願いでもなりません。私も秀頼様が大阪城をお出になるのは賛成いたしかねます。そうじゃ。秀頼様は宇治より遠くにお出ましになったことがない。第一、太后様のご遺言に秀頼様を一歩も大阪城より出してはならぬとあったではないか。わかりました。美濃へはこの毛利輝元2万の兵を連れてまいりましょう。その代わり秀頼様には城門に出て出陣をお見送りくださいますよう。それだけで2万の兵は奮い立ちます。わかりました。秀頼様は城内より見送りましょう。真下殿、三成殿には毛利輝元13日に大垣に着くと伝えてください。大垣へ13日にご到着。確かに9月7日大垣城に伊勢路から毛利秀元、吉川広家、安国寺へ行け。さらに北陸より名優大谷行部も到着。その数は6万を超え東軍を上回った。ところが毛利、吉川、安国寺の2万の大軍は大垣城の西、関ヶ原の入り口にある南宮山に陣を移し始めた。山の頂に陣を張るとはどういうことだ。これではいざ合戦という場合間に合わん。まさか吉川広家殿、家康と内通しておるのでは。まさか。出なければよろしいが。申し上げます。ただいま小早川秀明様が1万5000の軍勢を連れてご到着。そうか、金吾殿がついたか。どこに。それが松尾山に陣を張っております。松尾山、あんなに遠くにか。松尾山は南宮山よりさらに西、関ヶ原の入り口にある。同じ日、家康は浜松を西に向かっている。中山道の秀忠も走っておるぞ。中山道を行く徳川秀忠軍3万8000は真田昌幸の変幻自在の戦法に翻弄され、信州小諸で釘付けになっていた。はあ、ここを越えると関ヶ原です。もうすぐ美濃です。はい。はやー、はやー、はやー。
さん、どけしました。大丈夫ですか。どうしやったね。ほれ、遠慮することなんかあらへんて、じっと休みんさい。すいません。困っとるときはお互い様や。勝美さん、大丈夫ですか。9月14日、家康は東軍が陣を張る美濃赤坂に着いた。馬印、旗を立て。ついに来たか。どうしたのか、輝元殿は。もう日も高くなりましたのに、ご出陣のお知らせもございません。申し上げます。真下奉行、輝元殿はどうしやった。安芸中納言殿、本日のご出陣はお取りやめとのことにございます。なぜじゃ、なぜ取りやめたのじゃ。それが私にも。美濃で三成殿が待っておろうに、なぜじゃ。毛利輝元は動かなかった。出陣した後、城内で家康に通じている者が秀頼を擁して事を起こすの情報が入ったからである。しかもその人物は西軍首脳の一人、真下奉行というのである。その情報の出所は家康その人であるのを輝元は知らない。三成殿、これから内府の本陣に夜襲をかくればよかち思います。ご同心なら我が島津へ逸電先方を受けたまりまそ。夜襲も結構だが、古来夜襲は小部隊が大軍に仕掛ける時の先方である。今の場合採用しがたい。諸将を集めよ。直ちに軍議を開く。はっ。東軍家康側の軍議はより早く始まっている。三成でおる大垣城はすぐそこに見えとる。軍議も何もござるめや。大垣城は攻めるのみでござる。いかにも福島殿の申される通りじゃ。我らは内府殿がお見えになるのを待って、三成を潰すために10日余りも待ち申した。秀忠め、どうしよったか。遅れに遅れた秀忠軍3万8千はまだ木曽の山中を必死に美濃へ走っている。殿。ああ、俺切れ気のお言葉よう聞こえておるわ。殿はお気に入らんのだ。大垣城攻めの先方はこの福島正則、三成には遺恨があるで。あいよ、俺切れ気のお言葉なれど、諸侯は大阪における人質こそご心配ではござらぬか。一挙に大阪を突くべきでござろう。大阪城こそ西軍の本営。途中三成の城沢山を落とし、一挙に大阪に出て、敵の手にある秀頼様と各々方の人質を取り戻すのが最良の策ではござらぬか。よう申した。沢山から大阪城へ一気に駆け。毛利吉川殿らはどうしてござる。すでに使いを出しております。小早川秀明殿は。もうとっくに使いは出した。
遅すぎる。小早川と吉川へはしかと手を打ちましてございます。それはかたじけない。中でも小早川秀明は危のうございますので目付け役をつけました。目付け役をか。お手前にすべてお任す。金吾中納言がまことな用をするならば葉の小僧に上方で二か国を与えよう。二か国恩賞の知らせも届き、小早川秀明が黒田長政に裏切りの確約を与えたのは14日の夜である。殿。おう、黒田の目付け役に飯は出したか。また三成殿から使者が来ました。風邪で動けぬといい。裏切りのお目付け役とは古来あまり例がない。直政、軍議の結果を急ぎ敵の陣中に撒きと申されますと。殿は三成を大垣城から引っ張り出すおつもりなのじゃ。そうであったか。直ちに。忠勝、先ほどはよう申した。今時のかかる城攻めほど不利なものはない。はい。日を重ねるうちに東軍加担の諸将たちどう心変わりするやもしれません。野外の合戦で一挙に天下を決めるのだ。三成のやつめ、幕城から出ればよいが。どこいらになるのでしょうか、戦は。そうさの、おそらく関ヶ原か。何、大阪を突く。はい、つい先ほど赤坂の軍議で決まり、東軍は出立の用意でごった返しております。秀家だ、どう思われる。我が方の長者何人もが同じ報告、敵が大阪に向かうのは紛れもあるまい。大阪を突くか。間違いがあるまい。よし、ならば我らが先に立ち関ヶ原で待とう。関ヶ原に陣を敷き、家康の軍勢と一挙に雌雄を決するのだ。よかろう、関ヶ原だ。おのおの方、関ヶ原へ。関ヶ原は東西4キロ、南北2キロ、山に囲まれた盆地で中山道、北国街道、伊勢街道が結び合うところである。9月14日夜になって関ヶ原一帯は秋雨前線が通過している。午後7時、石田隊を先頭に西軍は関ヶ原に向かって移動を開始した。もう立てるな、静かに、静かに。3万の陣馬はただ前を行く者の気配だけを頼りに歩いた。三成に小さな不幸が訪れている。腹痛である。いかがなされた。左近、関ヶ原までそなたに頼む。殿はいずれ。南宮山と松尾山だ。あの腰抜けどもの腰を一蹴りしてくる。
西の方へぎょうさん向いてきよる。西？ああ、そこら中もいっぱいやわね。大阪引き上げるのでは。ええ、そうかもしれません。おまわ、動いたらあっかんわね。初音さん。寒かったであろう。さあ。毛利、吉川、小早川の陣を回ってきた。みんな山の上だ。もっと下へ降りてくるように言うてきた。雨の中をご苦労であったな。酒で体を温めるか。いや、それよりも今少しこの炉に薪を入れてくれるか。おお、これは気づかなんだ。わしは火が見えんでな。阿五助、中納言が裏切るという噂があるが。そんなことはない。金吾中納言は太閤殿下の一番の身内ではないか。裏切れるわけがない。お主は甘い。金吾が裏切れた義理か。今こそ太閤殿下のご恩に報ずべき時ではないか。すべきだとお主は責めるが、今はあの男を責めるよりも裏切りをした場合の手立てを講じておかなければならん。いや、もう一度松尾山の陣へ行ってくる。無駄なことだ。わしは陣替えをする。陣替え？松尾山の麓に陣を引く。万一金吾中納言が裏切ってなだれ落ちてきたときは我が大谷勢が防ぎ止める。金吾の勢は15,000、お主は2,000ではないか。足が全滅しても体勢に影響はあるまい。行部、のろしじゃの。合戦半ばで合図ののろしをあげます。必ず必ずそれを合図にこの松尾山より敵の腹背を突きくださいますよ。くれぐれも遅れあるまじきよう願います。よう心得ておる。金吾殿。なんじゃ。勝利の暁には金吾殿を関白太政大臣の位にと考えております。わしを関白にか。事務所、間違いはないな。確かに金吾殿を関白となし、秀頼様のご貢献役に。そうか、関白か。三成め、出たか。全軍出発せい。時に慶長5年9月15日午前2時であった。
夜は明けたが、関ヶ原は深い霧の中にあった。すでに西軍は布陣を完了している。三成は笹尾山に陣を引いた。何も見えぬ。今しばらくは。東軍の布陣も完了。家康は桃配山に本陣を置いた。この霧は何とかならんのか。午前8時、ようやく霧が動き始めた。この狭い盆地に東西20万近くの大軍がひしめいている。東軍7万4千、西軍8万2千。左近、勝ったぞ。いかにも。東軍は罠にはまったウサギのような形になっている。明治になってドイツの軍事専門家はこの東西両軍の布陣図を見て即座に西軍の勝ちと言っている。一番で突っ込んで、えいきゃの銃声は浮田隊と福島隊の間で上がった。銃声じゃのう。後が続かんのう。もはや槍合わせが始まったのでは。よし、貝を吹け、時を上げ。ほう。まだまだ。まだまだ。
し。やりたいまえ。狂うたか、毛利勢の目の下じゃ。南宮山へ狼煙を上げ。まこと家康本陣の桃配山のすぐ後ろ、南宮山には毛利軍の参謀吉川広家がいる。殿様、狼煙を。三成め、騒ぎおるわ。高須、あれは大丈夫か。間違いございません。吉川広家殿に限ってそのようなこと。限って、人の場合限って謎と言えるか。上様との約束を裏切るならもう動くはず。しかし旗は揺るぎもしません。よし、前へ出る。前へ。前へ出るぞ。はあ。出たか。狙いは家康の本陣じゃ。撃て。三成、やるな。松尾山の小早川勢15,000の兵は動かない。ヤミ、どちらが勝ってる。無論、お味方の勝ちでござります。味方とはどっちじゃ。殿、今さら何を仰せられる。お味方とは家康殿の御軍勢でござる。大谷上部は病んだ皮膚に鎧は絶えぬため、白い布に墨で粗く鎧の模様を描いている。戦80,000のうち石田、小西、大谷、宇喜田35,000に過ぎないが、各隊は前線東軍を圧倒している。ことに宇喜田隊は福島隊を押しまくる戦いぶりを見せている。紛れもない勝ちだ。南宮山と松尾山大丈夫だ。いまだに動かんは上へ行けば
バカな。さらに奇怪なのはしまずぜ。朝から一歩の動きもさん。今一度のろしを。のろしを。のろしを上げ。今の呪し、出陣の合図じゃ。何でもありゃせん。陣は動かんでいい。それじゃが殿様、今今坂駆け下りち、徳川の本陣を後ろから突きゃ、味方は必ず勝利間違いありません。毛利の戦の指図は、この吉川は広家が取るんじゃ。わしが動くまでは毛利は一平も動いちゃならん。わしが徳川を勝たせちゃうんじゃ。そねえすりゃ毛利は一段と大きゅうなる。なんじゃと、まだ戦機が熟さぬと。はあ、もう一刻も近う鉄砲の音が響いとるちゅうのにの。毛利本陣だけでも打って出てはどねえでございましょう。打って出るちゅうても前には広家殿の陣があろうが、広家殿が動かにゃ本陣は動けん。殿様、暗黒寺殿より最速の使者が。また来たんか。どねえしようかの。そうじゃ、今弁当を使うとるち申せ。弁当、わしの弁当を持ってこい。皆も弁当を使うがよかろう。後に毛利の空弁当と言われた。西軍が落ちている。大阪方が勝ちそうじゃ。神にも闇、大阪方につこう。徳川方の目付役はいかがなさる。殺せばよい。なるほど、さすれば黒田の陣屋にある拙者の弟はいかが相なります。私は子孫のために働く者。弟の意地をお取り立てくださるならば犬死にではござりますまい。しかしながら殿、今しばらく両軍の旗色を見た上で色目を決められてもよろしかろう。違うんだろ。かねてお約束通り早々に裏切り備え。驚いている。今潮時を見ているところじゃ。まだ動かぬか。今山を降りれば味方の勝利は間違いないのだ。今ひとたび罵しを。あんた動かん方が。男子は近寄ったらあかんて。三成様は。ちょっと様子ば見てきます。お願いします。あんた気付けやせ。三成様。ああ、何をしている。朝より陣を構えたまま一歩も動けません。督促をしてこい。はっ。いや、わしが行く。島津殿、なぜ兵をお出しにならぬ。今我らは敵本陣を突き、一挙に勝ちを決しようとしている。後に続かれよ。お心配りは無用じゃ。我らは石田三成のためには戦わんど。なんと。我らはもともと痕跡ヶ原での掛け合いには反対じゃった。大垣で八潮を検索したが、お藩は跳ねつけた。安五輪の孤肉たらしさは
今でも混迷の中耳の底に残っちゃるわ。しかしさようなことは先刻の話、今は戦の最中ではござらんか。いかにも一寸最中。しかし今日戦は命名が気ままに戦い、己の家名に恥じぬようにするほかごあはん。よその家のコツなど鴨をちょるゆとりはごあはん。島津は動かん。じゃで島津に打ちかかって食いもんは東じゃろうが西じゃろうが撃つ。以上じゃ。その陣営機あれほど凶暴たにもかかわらず金吾めが野望くだらんではないか。かしこまって取ろう。松尾山の金吾に目を挙げて鉄砲を仕掛け。金吾殿に鉄砲？そうだ、鶴瓶打ちに撃て。それでは帰って敵に追いやる結果に。あのような小僧は脅すしかない。いいから撃て。このサイコロなんと出るか。何事だ。徳川勢が打ちかけております。 なぜナイフがわしを狙うのじゃ。督促でござりましょう。また狙ってきた。ナイフを怒っておるのだ。怒っておるのであろう。おそらく。さあ闇、早せ。早せんか。裏切りでござるか。知れたこと。使い番を集め。使い番集まれ。おお。所隊長に伝え。よいな。ただいまより伝え合って裏切る。一斉に山を降りて大谷行部の側面をつけ。よいな。ただいまより伝え合って裏切るのだ。手をかかせおって。殿、小早川がとうとう裏切ったか。はい。松尾山よりまっすぐこちらへ。行くぞ。おお。裏切れ者を撃て。続いて靴に脇坂赤座勢が寝返った。殿、殿、また裏切り者。どこだ。靴に脇坂、お前は赤座も相手ならばでも死ねよ。両者を一人でも多く連れて行くのだ。行けよ。
は敗れた。この上は裏切り金吾と差し違えてくる。取れろ。もはや豊臣家は滅びた。取れろ。大阪城にはまだ秀頼様がおわす。どけ。取れろ。撃って取らえ。金吾と差し違えるのだ。離せ。もはやこれまでか。そろ手じまいだな。おろせ。腹を切ろう。殿、我らに突撃のご命令を。無駄だ。それぞれ落ち延び命を全うせよ。金吾中納言に恨みの人たちを報いとうございます。ごめん。ごめん。待て。かけるならかけよ。だがわしはもう目が見えん。そちらのせっかくの死に戦ももう見えん。かける者は我が前へ出て名を名乗って行け。福原直隆、ごめん。岩本勘兵衛、ごめん。杉秀康、ごめん。五助、解釈せい。この首を敵に渡すな。醜い顔を晒しとはない。三成、地獄で会おうぞ。わからぬ、わからぬ左近。殿、今や我が方の負けでござる。負けというのか。この上はどのように負けるか潔い負けっぷりを考えるのみ。俺は負けぬ。義が負けてたまるか。殿は目の前に起こったことを信じなされんのか。信じぬ。必ず義は勝つ。勝たねばならん。殿らしいことを言われる。俺は落ちる。頼朝公の礼もある。あくまで生きて志を遂げる。とたび敗れても最後の一戦で勝つ。そうだ、俺は落ちる。落ちらへ将来、あとは拙者が。そちも共に落ちるのだ。この傷では先が知れてござる。左近、人はそれぞれに自分に似ようたまいを舞う。それでよいのじゃ。殿、さあ、はよ、急がれよ。敵がそこまで。殿、急がれ。お前引け。左近、そちと一緒に参りたいのじゃ。心得てござる。さあ、はよ。仕方を守り申せ。迫りました。
さらばじゃ、正義の人。みんな、よう戦ってくれた。これより先は地獄への旅じゃ。ついてきたいものだけ前へ出い。よくよく我が隊は物好き揃いじゃ。目指すは徳川家康ただ一人。一歩でも家康の首に近づくのじゃ。よいか。おう。よし、行くぞ。残るは島津の一帯だけでございます。うん、朝から動かぬ。どういう魂胆か。さあ、それがしにも計りかねますが。構わぬ、押し潰せ。は。脱出しかなか。脱出。うん、抜け出せ。薩摩に帰る。前方は敵兵ばっかりで、おしの方は越えるには険しか伊吹さんでごわす。前方、敵中ば突破する。敵中ば突破。そいしかなか。そいに決めた。私の目の前を島津の勇気に負けるな。ストレイ。おー。島津の敵中突破は後の語り草となったが、脱出し終えた時は500の兵がわずか数十人となっていた。午後3時半、家康は追撃中止の命を下し、天下分け目の合戦は終わった。戦は終わったようやわ。大阪方の負けや。天にまします我らの神よ、この哀れな魂を天国にお召しください。
いやー福島正則殿、本日の戦いぶり誠にお見事。何がお望みじゃ、遠慮のを言うてくだされ、三成の首でござる。三成の首、忠勝まだ見つからぬか。ただいまここの土地に詳しい田中義政殿の一帯が追っておりますゆえ、おう必ずそのうちに。この上命を惜しんで逃げ回るとは、三成はそうした男だで、卑怯者だ。小早川秀明殿が、黒田殿、金吾中納言の顔が見えぬが。松山の陣に控えておるようです。控えておる、来るように誘ったのでござるが。忠勝、呼んでまいり。は。どうやらあの男、今日自分がどれほどの働きを見せたか分かっておらぬようで。とろい男に勝たせてもろうたろか。秀明は家康に叱られるとひたすら小さくなって震えている。歴史は時としてそれにふさわしくない人物に運命の鍵を預けることがある。三成様の子供を守れなかった。女の戦に負けてしまった。大阪だ。大阪城へ戻り、もう一度家康と決戦するのだ。三成の首を求めて数千の兵が伊吹山中を駆けている。この鎧は石田三成のだろう。この門は三成のもんだ。おい百姓、どこで拾うた。あの山の谷合で。殺して奪わすのではないな。うん、とんでもねえ、脱ぎ捨ててあったのを拾ったので。よし、来ないぜ。へっ、うん、よな。4日目、三成は北近江土蔵岳の麓に出た。あれから何も食べていない。我が領地だ、古橋村だ。あいあい、どなたじゃな。もしや三成様では。三成である。ああ殿、おかげ。
関ヶ原のこと聞きました。殿は今何を欲せられますか。家康の首が欲しい。まず粥を。ニラがゆがよい。ニラがゆ。腹を痛めておる。わかりました。わしは戦の最中に腹を病み、家康だけではなく腹中の敵とさえ戦わざるを得なかった。無念だ。何事もご運でござります。運ではない。わしはそのようなものは信ぜん。ふみが義に勝った。なぜだ。なぜなんだ。三十院に三成がかくまわれているという噂が村に流れた。やっぱり三成様。与次郎殿、探索の者が来ておるのか。いえ、しかし隣村には田中義政様っての者が今日、家と言わず寺と言わず一軒一軒しらみつぶしに、おそらくは明日にはこの村に。日が落ちたらここを出る。いいえ、そのお体では無理でございます。与次郎殿、どっかお隠し申すところはないのか。山中に誰も気づかれぬところがございます。今夜そちらへ。与次郎と言うたな。はい。追っ手の触れは聞いたか。聞きました。言うてみ。隠れ場所を教えた者は黄金百枚、打ち果たしても黄金百枚。逆にかくまった者は家族親族ことごとく処刑。そちに難儀がかかる。大丈夫でございます。出目にあたって女房子供を離別してまいりました。離別した。ただいま私は一人者、類を及ぼす者はございません。ご案内申し上げます。徳川勢はあと三日もすればこの大阪城に押し寄せてまいります。城にはまだ毛利の軍勢が三万いる。大阪城は難攻不落じゃ。関ヶ原にも出向かなかった毛利、当てにはなりません。三成はまだ生きているというではないか。あの男のことはお諦めになることです。さ、淀の方様。何じゃこれは。詫び状です。徳川内府にお書きくださいませ。わらわが、なんで徳川殿に詫びねばならぬのか。いえ、一刻も早く。この度のことは石田事務所が勝手になしたること。秀頼様は一切預かり知らぬこと。お倉卿、それでは三成があまりに哀れじゃ。頼様、御大事とお考えならばぜひ。三成殿は頭の良い方ゆえ、このようなご奉公の仕方もあるかと分かっていただけましょう。天下人の
秀頼様が詫びるのか。詫び状で秀頼様がお助かりになるのです。ない女子は虫けらのように扱われる。天下人の秀頼様も同じことじゃ。しかし淀の方と秀頼は15年後家康の手により大坂城の炎の中に死ぬことになる。少し湿りますがご辛抱くださりませ。食事は毎日必ずお運びいたします。決して外にはお出になりませんように。与次郎。はい。そちはなぜこんなにわしに尽くしてくれるのだ。お殿様は覚えてはございませんでしょう。私に声をかけてくださいました。声を。10年ほど前でございます。この村をご巡視なされた時でございます。ああ、例外に会った時か。はい。この村も随分とご領主様は変わりましたが、村の難儀にすぐにお見えになったのは三成様ただ一人でございます。その上米100石を頂戴いたしました。あの100石がなかったら村の者は飢え死にしたでございましょう。あの体温、決して忘れてはおりません。恩か。そちのような者が我が配下の軍に持っておれば負けることはなかった。山盛りだ。山狩りが始まります。そうすればここも山を越えましょう。私がご案内申し上げます。与次郎、もうよい。は？迷惑をかけた。わしはそちの義を義で返したい。義で返す。わしをかくまい、わしを逃がした。そちは処刑されるであろう。それではそちの義に報いることができぬ。私のことなど気になさいますな。さあ早く。いや違うのだ。わしは関ヶ原の戦を義によって正義によって起こした。今ここでそちの不幸を見捨てて逃げるとすれば不義の人間と言われよう。そうすればあの戦も不義の戦となり意義を失う。私のような者のために聞いたんだと。さあ早くお逃げくださいまし。与次郎、わしの名を救うと思い探している田中義政のもとに行け。そして三成がここにいると告げよ。そんな。そちの涙を何よりの贈り物ともらっておくぞ。三成、そちに会えて嬉しかった。三成が捕まったか。はい、捕まりましたのは北近江の古橋村の岩穴でございます。石田事務所殿でござるな。
表に籠が用意してござる。どうぞ。まずは丁重なる扱いにして。まだ決まらん。三成をどう遇するかじゃ。とりあえず城門入り口に畳一畳を敷き、そこに座らせておき。途上いたしてくる豊臣家の諸侯にさらすのでございますか。義務所うぬぼれやが退避させよって、そのざまは何じゃい。何を言う。己のような知恵足らずに俺の心が分かってたまるか。そこをどけ。目障りだ。お抱きおるわ。死にもせず腹も切らずに斜めの恥を受け負ってからに。己に英雄の心は分かるまい。英雄たるもの、最後の最後まで生き抜いて機会を待つのだ。うむはまだ生きるつもりかや。おお。誰が裏切り、誰が理に走り、誰が義を忘れたか。この目でしかと見届け、戦火の太閤殿下にご報告立てまする。正則、よく心得ておけ。うぬはまだ奉行のつもりでおるんかい。クソタオギ。福島正則、公により秋49万石を得るが、後広島城無断修築を咎められ、その領地は没収された。勝敗は天運とは申せ、御奉行随一と謳われた貴殿がこのようなお姿になられるとは。返す返すもご無念でござろう。かたじけない。三成は長政が福島正則を調略し金吾中納言裏切りの功労者と知らない。黒田長政、その功により筑前52万石を得た。三成を見に行く。ご無用にされよ。いや、見たい。金吾殿、ご無用でござる。いや、見なければならぬ。見なければ。
金吾か。その伺い方の浅ましさよ。うぬは太閤殿下のご縁者であり、そのご恩を最も多く受けたまわりながら、天下を盗み取る家康に加担、義を捨てて名誉を裏切った。裏切り中納言金吾の名は日本国に人が住み続く限り語り伝えられるぞ。わしは鬼となっても宇野を生かしてはおかん。聞こえたか金吾。金吾中納言秀明、裏切りの功により備前美政か50万石を得た。よいか関ヶ原第一党の手柄はこの金吾中納言じゃ。秀明は脳を病んで死亡。北の政所が自ら選んだこの豊臣家の養子は豊臣家を潰すだけの役目を果たして死んだ。あなた、合戦は終わったようでございます。東が勝ち、西が負けました。何やら私は東に肩入れし、西は淀の方に近いものばかり。制裁と側室、女同士の戦かと舌打ちされるのもつろうございます。あなたと二人で作った豊臣家、天下は一代で終わってよいと思うのが本心。幼い秀頼は小さな大名となって生きていけばそれで十分、またそれが幸せ、そう思うてのことでございます。それにしても無益な血がたくさん流されてしまいました。北の政所は徳川家より手厚く遇され、悠々と歳月を送り76歳まで生きている。三成と対面する。丁重にの。
何かお言葉を。切れ。わしは切れても義は切れるものか。礼を言うべきであったかの。天下を取らせてもろうてかたじけないとでもおっしゃるのでございますか。おお、見事に咲いたの。はい。まるで徳川家の行く末を見るようでございます。そのことよ。は？豊臣家子飼いの大名たち、はあ、もう拙僧に裏切れるものか。喜ぶ反面心が冷えたわ。せめて三成のような家臣がいて、太閤殿も初めて浮かばれたであろう。これからは我が徳川家、三成のような家臣に恵まれればよいが、義忠義の家臣にの。正信、徳川家は以後忠義を大いに唱え、260年にわたって日本を長く支配した。小西行長、カソリック信者のため自害をせず捕まっている。暗黒寺衛兄は死を恐れて死に損ねたと言われている。湯はないか。喉が渇いた。湯などない。柿ならある。代わりに食え。それ、柿は炭の毒だ。何を言う。もうすぐ首を食べる者が、今さら炭の心配をしても始まるまいが。下郎、こと志と異なり、今は籠の中におる。だが今の今、どのようなことが起こるか天のみが知っている。たとえ目前に死があろうと、最後の最後まで生きるために毒を嫌うのだ。三成様、三成様。え、知っておるものか。知らん。へい。三成様。三成さん、三成さん。
さらばじゃ。無用。同様だ。あの世で太閤殿下にお会いする、それが楽しみじゃ。ローマ法王朝殿、ただいま日本で最も大きな戦が終わりました。正義の旗印を立てて戦った石田三成は敗れました。三成は敗れはしましたが、ある新しい時代の扉を押し上げたようであります。豊臣家はすでに世を担っていく魅力を失っていました。あの朝鮮出兵での莫大な出費は人々の暮らしを苦しくするだけで、庶民は豊臣の天下に悲鳴を上げていたのです。その豊臣家を続かせようとして三成は豊臣家を潰したようです。ただ理に走り裏切りに終始した戦いの中で、三成は踏みとどまり、人にけじめ世の姿の崩れることを防いだようです。以下関ヶ原合戦のいきさつを見たままに報告申し上げます。おそらく徳川は今後石田三成を悪人に仕立て上げる作業に没頭、正しい関ヶ原の戦士は日本に残されまいと考えるのです。とお尋ね申すが、この辺りに石田治部少輔の墓があると聞いたが。いいえ、そのような方のお墓はございません。石田三成の墓じゃ。いいえ。発明、確か初めと申されたはず。どなた様で。今は隠居の身、昔は本田正信というた。これを墓前に。三成殿にわしは命を助けてもろうたのじゃ。
命を。知恵ある者は憎まれる。わしも住んでのところで徳川の石田三成になるところを早々に隠居してな、このように今でも生きておる。私の名は愛心、初めではございません。それにあなた様は三成様とは少しも似てらっしゃいません。それをいただくわけにはまいりません。二度とおいでになりませんよ。そうか、わしには初めがおらん。一人の女も愛したことがなかった。Thank you.